はい、いらっしゃい。今日は34回目ですね。ポイントカードはもらわないという話をします。こうたくさん貯まるね、ポイントカードありますね。みんなね、不便に感じていて、こうレジでね、探すのに苦労したりして、で1回しか使わないのに、ポイントカードをお作りしましょうかと言われたりね。そうするとね、まあ、どうでもいいんだけど作ってもらっちゃったりしてたんですよ僕。そこでその頃登場したのが T カードあるいはボンタカードとかね、タヌキのやつですよね。で T カードやボンタカードは一つに集約できるのでとてもいいですよね。だけど有効期限があってせっかく貯めたのにポイントが知らないうちに失効になっていたとかね、そういうこともしばしばありました。で結局ねポイントカードっていうのは何かっていうとまた来てねっていう店側の戦略なんですよね。まあそんなことは当たり前ですけどまた来てねっていうことなんですよね。で探す苦労がポイントを何かに変える面倒さ、そんなことね考えるよりもそれに見合った収入を増やした方がよっぽどいいですよ。それでねもちろんね、ポイントカードをカードがない形のポイントってあるじゃないですか。アマゾンのポイントとか、それからアメックスのカードとか、アナの、JAL の、マイルですね。とか、そういうふうに利用してポイントは貯まるけども、有効期限がなくてお店で出さなくていいよっていう、そういうポイント。そういうポイントはいいんですよ。僕はポイントは否定してないんですよ。ポイントは否定してなくて、ポイントカードを否定してるんですよ。ね。だから、ポイントは使うけども、お店独自のカードっていうのは僕はもらっていません。もう。こうすることでね、レジでの不機嫌をなくすことができたわけですよ。まあ、前の人がね、もたもたしてんな、なんていうのは大抵そうですよ。カード探してるんですよ。でね、PayPay とか LINEPay とかいろいろありますよね。そういう Pay カードも還元率でいうと一番いいのはね、楽天だと言われていますけれども、決してね、否定はしません。否定はしませんけど、僕はアメリカンエクスプレスゴールドのポイントだけで十分です。以前はね、セゾンカードの永久不滅ポイントっていうのがありまして、で、それ使ってたんですけど、今はね、アメックスオンリーです。ご機嫌度がね、こう上がりましたよ。うん。だから、お店のポイントカードは、もう絶対もらえません。はい。ポイントカードを発行してるお店、ね、あると思いますが、すいませんね。T カードね、T カードは僕持ってたんですけど、なんか、沖縄の首里城が、燃えちゃったことありましたよね。その時に T カードのポイントをもう首里城 の修復のために寄付することができるということで、その時全部ね T カードのポイントを寄付しちゃいました。もうその寄付した時点でポイントもゼロだし T カードももうないです。捨てました。なので T カードも持ってませんが、T カードはね、結構多いじゃないですか。いろんな扱ってるところが。だから、T カードとかはいいと思いますので、ぜひね、これ聞いてるお店の方は T カードいいと思いますよ。ただ、加盟料っていうか、それがかかりますのでね。はい。僕もね、塾やってたんでわかるんですけど、塾料を T カードに、T ポイントにするっていうところの塾がありました、はい、なので僕も調べたことありますけど T カードはいいと思います、はい、でもお店のポイントカードもう何回も言いますけどもらいませんよ、はい、じゃあまた。